ちは。こんにちは。はい、さあ豊さん、はい、やっぱり連日日本を賑わせているのはそうです、大谷さんです。大谷翔平選手、もう活字もそうだけどさ、はい、なんかこう見ない日はないね。ないんですよ。で YouTube つけたってまた大谷のが出てるみたいな。そうそうそう、だって今ワイドショーでさえまずトップネタで今日の大谷選手って、まあそうだな、もう連日やってますから、はい、もうね、知らない人はいないっていうぐらいですよね、子供もね。本当な。でその大谷選手、じゃあどのぐらいもうすごいって言っても、まあもうすごいので、何がすごいのかわけわかんなくなってきているので。本当な、はい、じゃあ今プロ野球で各部門、打者だったりピッチャーだったり防御率とか打率、日本のプロ野球、そうです、それのどの選手にヒットするの、食べたら怒るぞお前。どっちが大谷が一緒にすんなよって。いや、ちょっと比較してみるのも面白いかなと思って、まあ凄さを伝えるためにね。そうなんです、だって大谷選手はそもそもバッターでもあり投手でもある、投手でもありバッターでもある、でランナーでもあるんだ。そうそう、ランナー、そうそうそうなんですよ。じゃあまずピッチャー大谷投手から見てみたいと思います。で現在大谷投手はこの時点では10勝2桁してるんですけれども、じゃあプロ野球で10勝してるの誰かっていうと、今時点ですよ、8月の、9日時点で戸郷投手10勝、戸郷投手と並んでるわけですよ。まあ山本もしてるよね。そうです、山本投手は11勝してるので、ね、数が一緒の選手は誰かっていうので比較しています。まあ10勝2敗なので、はい、敗の数は違いますけれども、まあ、勝ってる数はまあ一緒、一緒です。はい、奪三振、大谷投手は今160、じゃ誰に匹敵するかというと佐々木朗希投手の130、これリーグトップです。いやちょっと待って、はい、そら大谷すごいなっていうのか、うん、佐々木朗希がすごいなっていうのか、うん、その比べる対象は大谷の方が上だから、うん、でもあのぐらいのピッチングをアメリカでもしてるっていうことでしょ。バッターですよと忘れちゃいけない、バッターでもあるんですよと。ピッチャーでもあるじゃん。そう、でもバッターまあだからまあ佐々木朗希投手は規定投球回数に達してないので、今怪我で休んでいるので、まあ、130ですけど、これリーグトップです、はい、いいですか。大谷選手は160、バッターですよ、忘れないでくださいね。奪三振率、これ大谷投手は 11.55 です。じゃあ誰と同じぐらいかなというと、これパリーグでいうロッテの種市投手の 10.99 に匹敵する、まあ、ピンとこない人が多いと思うよピンとこないピンとこないちなみに佐々木朗希投手がトップで 13.76 なんです、奪三振率。ただ規定投球回数に達してないで、まあはい、ただ種市投手ちょっとここはピンとこない、まあ、ピンとこないし、うん、佐々木朗希って言ったら、はい、みんなの印象にあるだろうけど、うん、種市はちょっと印象がちょっと薄いかもからないな。そうか、じゃあこれはどうですか、被打率。はい、被打率、被打率は186です、大谷選手は。おう、 1.86。 1.86、 じゃあ誰と匹敵するかというと、はい、阪神の村上投手の181。あんまり打たれてるイメージないですからね、村上投手。はい、まあ、ここを打たれてるけどな、ここ最近は。まあ、最近は打たれ出してきてるけど、はい、乱れ打ちっていうことはまずない。そう、崩れることがないピッチャーなので、やっぱそこと同じ。まあいいですか、大谷選手はピッチャーですけどバッターでもありますからね。今これ投手だからバッターであるけどピッチャーでもあるわけでしょそうですそうです、はい、そうです。でちなみにオリックスの山本由伸投手は被打率206ということで、山本由伸投手よりもやっぱ大谷選手の方が上回ってるってことですよ、成績的には。どうですか、意外に打たれてた。いやだからレベルが違うところでだからねまあまあまあそうなんですけど、これを全部総合してるピッチャーなんですよ、大谷投手は。すごいよな、はい、このすごい投手たちを一つにしたのが大谷投手っていう、うん、じゃあバッターとしての大谷選手はどうなのか、はい、打率が現在3割6厘、はい、これ誰と大体数字同じなのかというと、全く同じ選手がいました。おう、ソフトバンクの柳田選手、ギータです。バッターとしてのタイプ的には似てるよね。似てますよね。でもホームラン数が全然違うでしょ。そうなんです、ホームランが、まあ、8月9日現在40本、これもズバ抜けちゃって誰もいませんでした。そうだ、ね、はい、リーグトップが今岡本選手の31なのでもうダントツ超えていってます。いや比べる対象がさ日本だからな。だ日本のホームラン王よりも上行っちゃってるっていう。まあそうだよな。そうなんです。で打点今2番打ってますけれども83、
これはリーグトップの岡本選手の72よりも10以上上回ってます。まあホームランの数があるからね。まあそうですね、ホームランの数、まあ、ただその2番打ってるからな。そこなんですよ。そこでまあホームランで稼いでるけどね、うん、打点とかはね、あのまあ1人でっていうこともありますし ね、はいはい、ただやっぱりこのホームランも打点も日本のトップの選手よりも上いってるっていうことですね、はい、で3塁打、これ大谷選手今7本なんですけれども、はい、日本でいうと近本選手、岡林選手の9本な、これにまあ大体匹敵するという、これリーグトップです、両リーグ合わせて。ただ大谷の場合は外野下がってるからなそうです、ね、近本岡林さんちょっと前に守るからな、抜けたら三塁打になる確率は高いよな。そうなん、それを考えてやっぱ何も匹敵する。いやめちゃくちゃ速いよ、足速いですもん、ね、俺多分岡林近本よりは全然速いと思うよ。足もう俺は速いと思うよ。そうか、だからだってお前塁間3歩ぐらいで行くのよそれガリバーですね。あ、ガリバーそれガリバーだから。でもその足が速いといった、じゃあ盗塁、はい、16本走ってます。でこれは近本選手の18本が一番近かったんです、はい、パ・リーグでは外崎選手とか他に走ってる選手が18本いるので、上回ってるのコブちゃんが走ってるよね。あ、そうです、コブカタ選手が18とか、ね、はい、いやいや20いってるって。あ、20いってるのか。近いところで言うと近本選手の18、うんうん、でフォアボール、はい、72です、はい、大谷選手。これは、両リーグトップ、ソフトバンクの近藤選手の74に近い。でも近ちゃんは、うん、フォアボールを意識しながら打席に立つ時もあって、はい、大谷は全く意識してないからね、フォアボールなんか。そうです、ね、なんならもう全部空振り三振でもいいからフォアボールなんかいらないって、うんうん、もうそんな感じで生きながらのフォアボールだから。そうですね、72っていうのは、まあ、申告敬遠もね最近増えてますけど、まあ、でも申告敬遠っていうのはやっぱりね、養鶏界のバッターっていう意味も込めてなので、両監督が、うん、この人には申告敬遠はしちゃいけないっていうのを一人ずつ出しゃいいのにな。そうですよね。いや本当になんかつまんないもん。つまんないんですよ。いやだから大谷には、はい、エンジェルスの監督が大谷には申告敬遠しない、うん、向こうは誰だみたいな。そうですね、オッケーだと、うん、そのぐらいのことやってほしいよ。申告敬遠つまんないんだもん。だってそうなんです。ずーっと待ってて、お前大谷お打席来たって申告敬遠みたいなすぐ一塁じゃん、また一周回ってくるの待たなきゃいけないの。そうなんですよね、うん、だからできればね申告敬遠はね少ない方がいいんですけれども。そりゃそうだ、はい、で出塁率、はい、大谷選手は4割9厘、これ一番近い数字だとセ・リーグトップの宮崎選手の4割1分で、まあ、両リーグトップは、近藤選手出塁率、うん、4割2分超えなんですけれども、うん、まあ、宮崎メジャーで4割超えるってすごいな。いかに警戒されてるかだよ。あ、まあ、自分でも打ってることは確かにあるけど、はい、やっぱフォアボールがついてこないとダメだからね。そうですよね、うん、で長打率です。長打率、はい、はい、これ、大谷選手6割6分9厘、うん、これは両リーグトップで岡本選手6割2分2厘を超えてます。大きく長打率なあ、うん、まあそうなってきますよね。うちは長打だからな、はい、OPS、うん、これ 1.078 大谷選手が、でこれに対して岡本選手がトップなんですけれども 1.014 なので上回ってます OPS も。だからもう大エースともう4番バッター、うん、強打者が同居してるんだよ大谷の中で。いやつまりそういうことなんですよね。これだから例えば投手が中堅からして打者が比べになっちゃう話だよね。だからまあ、そうなんです。ただやっぱり投手陣の中のトップと打者陣の中のトップがガッチャンコした。いやだからドラフトされた時に、はい、ドラフト1位を2回引いたのと一緒だよね。そういうことです。いや本当に、はい、それもトップクラスの、はい、だから日本ハムなんかうわうわだったと思うよあの時。そうですよね。いや引きがいいですよね日本ハムっていうのは。本当ドラフトの栗山監督がな、はい、説得しに行ったからな。行きましたけれどもね、じゃあ、はい、まあ、今は日本のプロ野球のトップの選手たちと比べました。やっぱ大谷選手すごいなっていうのが分かりました。じゃあレジェンド高木豊氏と比べようじゃないかともう怒られるぞ本当それこそそんなこと、そんなことない。お前見てたら石が飛んできそうなんだよ見てたら、いや見てたら本当大丈夫です。コメントでもね高木さんもすごかったですっていうのポツポツありますから。あ、そうポツポツな、はい、ポツポツあるのでじゃあ比べてみましょう。1985年の高木豊氏と阪神が優勝した時やですね、ああその時の豊さん、太陽ホエールズの豊さんの成績と大谷選手の今の成績を比べてみましょう、はい、その時の通算打率、はい、豊さんが3割1分8厘、はい、いいじゃん。
上回ってますよ。大谷選手の3割6厘を上行ってますね。ホームラン、はい、11本。これはね、これはしょうがないよ。体がお前倍ぐらいでかいんだから、ここ。そうですよね、うん、これはまあしょうがない。で、打点50、一番だからな、まあ、そうです、うん、これしょうがない。83はちょっと開きすぎですね。ここです、盗塁42、ブラボー。16ですよ、大谷選手は。いや、大谷がまともに走ったら、うん、780走れる。そんなにいきますか。絶対いける。いや、でも伊藤さん、42盗塁ですよ。いや、まあ、ヘトヘトでしょ、それだけで。いや、本当だよ、大谷投げてんだからな。そうです、投げてですもんね、うん、いや、でも伊藤さん、上回った盗塁を。から出塁率4割1分6厘、上回った4割9厘なので、これはもう一番バッターとしての責任だよ。これ2つ勝ってる、3つ勝ってますもん、大谷選手に。打率、盗塁、出塁率。そう、はい、で、フォアボール。勝ってるってお前、お前やめようよ、お前。怒られよ。まあ確かに、パッと見て、うんね、日本のプロ野球の中に出したら、うんうん、わ、すごい成績ですねって言うかもわからんけど、うん、鼻くそが大谷から比べると鼻くそ。いや、ちょっと待ってください。フォアボール、はい、77、選球眼よろしい。これ72、5個勝った今で。通算だろ、80は終わったらもう軽く抜かれてるって言ってるよ。そんなことない、85年の成績、これ4つ勝ってるじゃないですか。まあ、だから勝ってるってレベルが違うところでやってるっつうんだよ、まあまあね、あのピッチャーですもんね、まあね、方やね、うん、これ誇っていいと思います。いや、だけどさ、はい、プロ野球の人間の打者とかピッチャーの部門を比べた時に、メジャーでもトップクラスなんだから全部が、はい、それは日本のプロ野球と比べたらトップに来るわな。そうですね、すごいな。だからまあ印象的に、ね、うん、佐々木朗希が三振を取る、うん、まあ、大谷も一緒に取ってるような感じだよ、はい、ね、うん、で打席に入りゃ岡本よりすごいのが立ってるっていうことでしょ。そういうことです。すごいよな。普通投手と打者兼任だと、投手は例えば中級クラスで、打者は例えば最高級クラスとかなら分かるんですけど、うん、どっちも最高級クラス行っちゃってるので。いや、もうスペシャルだ。スペシャルですよ、もうグランクラスですね。グランクラスね、北陸新幹線ですか。北海道、もうあれだから、グリーン車なんか違う、グランクラス、グランクラスだから。いや、本当そうですよね。こういう全部がファーストクラスだよ。いや、そういうことなんですよ。だって40本ってこれ中日の総ホームラン数とそう変わらなくなってきますもんね、チームのな。はい、チームホームラン数と。いや、バンテリン広いよって、うん、ね、そのホームラン出ないよって、うん、大谷がワンバンしそうなのは放り込んでるからな。いや、そう、そうですよ。いやいや、そうじゃないでしょって。力が単純にみたいな。そうですよね、まあ、確かに広いけどね、広いけど、まあ、大谷にとっては、はい、そうでもないんだよ。だから、うん、いや、もう規格外ですね。規格外なんで。そうですね。まあね、これでちょっと初めてね、あまり野球を知らない方でも大谷選手の凄さがね、さらに分かったかなっていう。どうなんですかね。お叱りのコメントが来るかもよ。なんて、比べんじゃねえよって。いやいや、そらそうでしょ、うん、そら世界最高峰のリーグでやってるわけだから。そうですね、うん、まあ、日本もね、レベル的にはそんなに悪くはないとは思うけど、力とか、まあ、いろいろ大谷だったらホームランを打たれる時だったらあるけども、日本のバッターで大谷を持っていけるっていうのはそういないからね。そうですね、向こうはなんかいろんなやつがパワー持ってるから、どっからホームランを打たれるか分かんないからな。だけどその中でこの成績を上げてるっていうのはすごいよな。やっぱすごいです。そして85年の豊さんも大谷選手と並ぶくらい。いや、並んでないっすんの。4つ勝ってる。え、4つ打者としてね。いやいや、数字だけはな、はい、だけどやってることが違うもん。そうですね、相手ピッチャーでもありますから、まあ、ね、でも豊さんも誇っていいですからね、もちろん成績。まあね、はい、まあ、誇っていいのかどうか、まあ、終わったことだからな、うん。まあ、そうですけれども、ね、そうそうそう、まあ、でもね、大谷選手まだまだあのシーズンね途中なので、後半数字また上げてくるとは思うので。まあ、そうだね。そうですね、最終段階でまたこの数字がどうなってるかもちょっと見たいなと思います。はい。